小鴨を意味する小掃除と現代チワン語小掃除はチワン語固有の文字体系。現在の中国南部の厚生チワン族自治区に住むチワン族の採取者がチワン語の記録のために漢字をそのまま利用したり漢字の構成方法を使って作り出した。形が漢字と同じく四角い枠に入るので、戦い、掃除とも呼ばれる。チワン語では未成熟な文字という意味で、 サーウディップと呼ばれている。最初に作られた時代は、はっきりしないが、随代頃ではないかと考えられる。もっと早い漢代からあったと考える学者もいるが、現存する最古の記録は、東映省元年の国堅語大野省で、少なくとも1330年以上の歴史がある。長年受け継がれてきた、教文現在のワン語は、公式には、 ラテン文字による表記となったため、小掃除が公式に使用されることはない。1996年の報告では、ラテン文字による表記法があるにもかかわらず、依然として小掃除が使われている。例えば、特保険の葬劇団は、現在も小掃除で新しい脚本を書いており、安西西圏では人形劇の脚本や民謡を記録した出版物に、 小掃除が使われているという。千数百年の間、使い続けられた文字であるにもかかわらず、民間への普及には限りがある。理由として、個人が表記を発案して使用してきたため、地区ごとの自体差が大きいこと、漢字を熟知していないと書けない文字であるため、教育を受けたものしか使えない上、正しく漢字を書ける人は、公には、 漢字で記録を残すこと、いまだかつて統治者が正式な文字として採用したり、統一して普及を図ろうとしたことがないこと、などが考えられる。ユニコードでは CJK 統合漢字拡張 F の追加までは、小掃除の大部分は未収録だったが、CJK 統合漢字拡張 F として追加された漢字の中に多くの小掃除が含まれている。 ただしユニコードに未登録の古掃除も多く残されている。地名などに使われる一部の古掃除は中国語の漢字に借用され公文書でも使われる。ユニコードにも漢字として収録されている。ただし2013年に中国語の聖書法として採用された通用規範漢字表には収録されていない。例や漢字の陸書と類似の構成方法が 小掃除にも見られる。象形の例を示す。指示の例を示す。会議の例を示す。形成の例を示す。この構成の字が最も多い。仮釈の例を示す。漢字の音のみを見て当てはめたもの。訓読の例を示す。漢字の意味だけを借り、別の読みをする字。形成字が作られる例が多いので、訓読の例は少ない。借用の例を示す。 漢字の意味と音をそのまま借りたもの。同じ四語を表す古相あざちわん語は、言語自体の方言差も大きく、地域ごとに語彙が異なることも少なくないが、同じ語彙を用いる語でも、表記が地域ごとに異なることも多い。例えば、泉を意味するんぼうくは、平良家圏、神林県などでは、と書き、流州県や安西西圏では、と書き、根イアキラや竹なるルでは、 布と角。ベトナムで使われたチュノムとはほとんど共通性がないが、字型、字義が同じで、字音も対応している字の例が存在する。例えば、物を意味する方言語は、と角が、チュノムも、空アの表記にこの字を使っている。また、部品の使い方でも類似する例があるが、いずれもほとんどが南部方言に使われた古装字に見られる特徴で、地理的関係から接触し、 借用したものと考えられる。ありがとうございます。